梅ちゃんです。ということでね、今3月10日、今空港に来てて、うん、今からカンクン、メキシコシティからカンクンに、うん、あの動画の撮影に行くんだけど、うんうんうん、やばくない？ちょっとやばい。ここにさ、人の数がさ、めっちゃ多いじゃん。誰もマスクしてない。誰もしてない。あ、一人見たけど、日本人。一人見た、日本人か、多分スペイン人とか。うん、空港で働いてる人も誰も、誰もマスクしてない。誰も一人してない。やばくない？メキシコ人からすると、あんまり、まあ来てからでいいんじゃねみたいな。なんかギリギリまでってみんな待ってる。みんなマスクは持ってるんだけど、うん、まあまだ大丈夫だよみたいな。危機管理みたいのが全然違う、日本と。だこれが今のコロナウイルスの、メキシコの現状。やばい、でも今現状。そうだよね、うん、びっくり。